こんにちは。グロービスの高橋と申します。今紹介、ありました通り、私はグロービスの企業研修部門で、主にグローバルに活躍する人材を育成すると、そういったプログラムの責任者をしています。で、私は実はグロービスに入社前ですね、約10年前なんですけども、実は全く違う業界におりまして、その時は商社で仕事してたんですが、ちょうど建設機械部という部門が、丸ビにいたんですけど、ありまして、で、まさに私の社会人生の最初の15年っていうのは、実は小松さんとの、15年間の仕事が主でして、その間、イランとベルギーでも、仕事してます。そういう意味でいくと、私を育てていただいたのも、小松さんということで、今日はいろんな話をするのを楽しみに、参りました。で、おそらく、非常にいろんなお話をしていただいてますので、皆さんの方からまだまだ聞きたいところたくさんあると思いますので、基本的には皆様からの質問をベースに進めていきたいというふうに思ってます。で、いくつかもう質問表いただいてますんで、こちらを中心にしていきますけども、その点に関してもうちょっとこの点聞きたいとかですね、もっとこんな観点あるんじゃないかということ、どんどん入っていただいて構いませんので、これマイクありますよね。大丈夫ですね。ぜひ挙手していただいて、ここぜひ教えてほしいという格好でご質問していただければというふうに思っています。それでは早速、始めていきたいと思います。で、今日のですね、日置さんの、一番大きなメッセージっていうのは、グローバル化とか、グローバルに活躍するっていうのは、特別なことなんですかというのが、まず大きなメッセージだったと思うんですね。ただ、そうは言いながらもですね、私も含めまして、特別なことじゃないと。言われても、そうは言ってもいろんなハードルがあったりするわけですが、特別なことじゃないというふうに思えるようになった、なんかきっかけとかですね、ご経験っていうのは多分日置さんの中にもあったんじゃないかと思うんですが、そのあたりからちょっとお話ししていただければと思います。はい。ちょっと皆さん方のスライドだと、後ろにですね、これはあんまり使ったことないんですけど、私82年にその官民って会社で研修に行ったのが海外始めたんですね。多分ここでライサワさんってのは昔日本にいたアメリカ大使ですから、年配のことはご存知はずなんですけど、奥さんがね、松方春さんでしたから。で、その彼は、日本の歴史家でもあったので、ニュージャパンという本を書いて、今、確か講談社現代史書に日本語版が出てます。私自慢するけど、最初に読んだこの、小説以外の英語の本なんですね。で、それで自分でそういうこともきっと覚えてるんですが、ここに限ったのちょっと見ていただくとですね、最初にこの地図を見ていただくとですね、これイギリスに行って最初に驚いたのは日本は極東なんだってことを理解したわけです。完全にファーイーストですから。それまでは何なんだろうと思ったのが、この地図を見て初めてファーイーストというのを気づいたのが84年です。で、彼が書いてる中でですね、いろいろ言ってるんですけど、やっぱりこの孤立してる日本が特異性あるねという中で、例えばですね、外国人と接する際に何との緊張気味になるっていうのはまさに最初にアメリカに行ってガチガチにするですから、そういう部分とか、それから多民族の感情や反応に対してそう思いやりだとは思わないっていうのも、これ結構あると思います。例えば私ドイツに行った時に、切符が買えないで困ってるドイツ人の人で必ず寄ってきたりして何が困ってるんだって話になって、本当ボタンを押してたら日本語のメニューができたという驚きもあるんですけど、それから、なんともう一人ドイツは切符を買ってくれたということで。日本で今、東京の地下鉄で困ってる人にほとんど声かけません。私一生懸命声かけてるんですけど、変なおじさんだと思われてます。3番目はですね、特にこれは欧米に行った時に、外の世界に対して優越感と劣等感のいずれかを持ってしまう、対等に付き合えるんじゃないかってことで、当時の小松のトップは明らかに欧米の人に対して、インフェロディコンプレックス、コンプレックスを持ったんですね。やったらめったら土産を持って行ってですね、それで土産止めにするとか、そういうことをやったのを覚えてるので、どっかにこういう部分があると思うんです。で、それがですね、多分いろんな人と付き合っていって、最終的に私もですね、違いの先にその同じ類似性が見えるとに、結構時間がかかってるんですけど、やっぱり自分の経験から言うと、カミンズに行って半年間もアメリカ人の人といると、うちに来いやとかですね、サンクスギビングの時に一人寂しくいると、うちに、俺のうちには今回客来ないから、一緒にサンクスギビングでターキー食べないとか美味しくないんですけど、食べないとかってやってくれたので、どんどんこっちがこう、オープンになっていくと。で、折り紙を子供に教えたとかっていう、そんなところから多分自分でも、それで今度は皮が剥けるとですね、やっぱりもう申し上げたように同じだなっていう感じになりますし、先ほど申し上げたかもしれませんけど、私、海外の人にこういう話をよく自分たちの同僚にした中で、お前の話で一番記憶に残ったっていうのは、人は同じだってことだっていう。で、俺もそう思うよという言い方なんで、これもですから私たちどうしても先入観を持ってしまいますし、だから絶対に違うんです、最初は。だけど、その違いの先にということだというふうに思ってますから、それはやっぱり経験の部分がやっぱり大きいんだと思いますし、あと出張でホテルに泊まってですね、
レストランで食事じゃなくて、やっぱり自分で、単身でもそうですけど、生活をして、近隣の人と付き合ってくると、そういうことがきっと芽生えてくるんじゃないかと思うので、まあそういう意味では、やっぱり、その地に住むということを含めての経験だと思うんですけど、ただ、多分私も数ヶ月以上かかってると思う。どんなにこう、かっこよく言おうとしても最初はガチガチに緊張していて、まあ一つ思い出すのはアメリカにいて、まあ単身で行ったもんですから、このまま行くと日本語を忘れてしまうかもしれないと思ったんで、いわゆる文庫を結構何冊か持っていてですね、前を音読したんです。ですが今でも坊ちゃんはほとんどそらんじてるくらいに読みましたので、親譲りの無鉄砲でというところが始まって、そんなもんだったんですけど、やっぱりその時間は多分今の若い人たちなんかを見れば接点がどんどんできてきてますから、早くなってきてるだろうと。ただ早くすればそうなってほしいなということだと思いますね。結局はまず最初の一歩って何か踏み出して、そうですね。経験をしていくことによって、特別なことじゃないことが分かってくるだろう。あと日本人のホスピタリティというのは人並み仲良くなるとすごいウェットなんです。だから、小松の中でもイギリスのですね、OB 会、ブラジルもやってるんですけど、これはね、ものすごいやっぱりもうみんな懐かしくて、一番来るのは実は現場の人なんですね。半年とか一年応援に行った人が来ると。で、自分の同僚が日本に来たら、成田空港まで迎えに行ってですね、自分の家に泊まらせて言葉通じないけれどもということをやるわけです。これは日本人の逆に言えば、ものすごいそのホスピタリティだと思いますね。そうだったら、よりこういうグローバルなんか簡単に考えられるんじゃないかというふうに僕は思いますけど。はい。はい、この点なんか、ちょっと聞いてみたいとかってありますか？よろしいですか。はい。じゃあ、いずれにしてもちょっと経験していかないと。そう、やっぱり心理的に難しいっていうことですかね。はい。じゃあ、ちょっと会場からの質問の中で、いくつかあるんですけども、ですね、先ほどリテンションっていうキーワードが、ございまして、で、ものづくりってその長く働いてもらうことがすごく大事だと。その業界の特性だったり、ビジネスの特性上そうだっていうことで、リテンションに関して非常にその、大事だというお話があったんですが、これ会場からの質問ですけども、優秀な人材のリテンションは具体的にどのようなことをされてますでしょうかと。各自のキャリア志向を踏まえた上で、リテンションが一つだと思うんですが、どのような運用をしているか、具体的な、24ページですね。そこを具体的に説明してくださいということをいただいています。これもありますけども、やっぱり一つはですね、ちょっと、これも後ろにくっつけたかな。ちょっと待ってくださいね。これ確かアメリカのですね、こういう機関ですけど、働きがいのある会社と訳されてますが、グレートプレイスとワークと、皆さん方にもかなりご存知の方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、日本語に訳されてますが、社員から見て働きがいのある職場ということで、決して日本人が作ったんじゃないという意味でご覧いただくとですね、これも共通語になってくると思うんですね。つまり、ここにある5つの項目ですね。クレディビリティ、それからリスペクトは、トヨタさんもそういった場合で使われてますよね。社員を尊重するとか、フェアネス、プライド。だから、この最後はちょっとあんまりうまく発音できないんですけど、多分、チームワークで呼び替えていいと思うんですね。一緒にやろうと。こういうことを働いている人が多分、同じように求めていると。これが得られる会社は、多分自分たちにとってより長く働く価値があるんだということだと思うんですね。私もの会長の盛りはちょっと面白いこと新入社員に言ってて、会社がいいうちはきちんと働けと。ダメだったら逃げてもいいということを言うんで、会長新入社員にそう言われたら困りますと言ったことがあるんですけど、ある程度会社のレベルがあったことがあると思うんですけど、やっぱり社員から見てのポイントだと思うわけです。ですから、それが、これが満たされていればリテンションにつながる。で、日本人の人たちの中でですね、時々気になるのは、仕事のやりがいがあれば給与なんて関係ないという言い方をおっしゃる方がいますけど、これはですね、心の中で思っても、少なくとも海外の人たちには、私は言うべきことではないと思います。ですから、報酬の大事さということも申し上げたので、それがですね、最後のページのですね、32ページですか、こう、意外の、私の下手な構図なんですけど、3つ僕は要素があると思ってるんですね。で、この一番、この、なんとかの右手のフレミングか、右手の法則に模したわけですけど、やっぱり働きやすい職場ということは仕事との表裏だと思います。だから仕事の部分ですね。特に海外の人たちは、何をやろうかといって会社に入ってくる人たちはほとんどいませんので、何屋で入ってくる、そういう意味では就職タイプなんですね。それから比べると、特に日本の文化系の学生が新卒入ってくるときは、就社ですから、小松に入りたいということで入ってきますね。この違いなんです。職で入ってくるんで、まずその職の部分で満足できるかどうかが僕は最初だと思います。あとはその中で公平にチャンスをもらってますか、扱われてますかということと、あとやっぱりもう一つそれの裏腹はですね、自分の先を見せて描いてあげるって、青い出しを、これ結構日本ではやらないんですね。
で、これも我々こういう海外で経験してからの反省なんですけど、例えば私も非常に親しいのにこの間インドネシアにということを言ったときに、まあ親しいので何年とかですね、まあ何年かと言ってるんですけど、その後どうなるのか聞かないのと言って、インドネシアだとどうなるんですかと聞かないのという質問をしたんです。そしたらちょっとまあ恥ずかしい回答なんですけど、日垣さんを信用してますからって言われて、ドキッとしたんですね。僕はもう担任決まってましたから、彼が入ってくるはいないことは確実なんですけど、ただそういう格好でですね、人を、この転勤をさせるというんですか、本当にいいことなんだろうかというのが原点の質問があると思うんです。ですから、ローテーションではなくて、ジョブアサインメントだったのもそういうことなんで、若いうちは右行け、左行けっていうことでも、自分のキャリアが一人で上がるということはあると思うんですけど、やっぱりもっと説明責任をきっと果たすような移動が必要なんだと思うんですね。これもこの国が異常なので、私ども海外に行ってほしいと言ったときに、今やっぱり半分弱単身ですから、随分進めたので、家族を連れて行くようになりましたけど、単身で行くというのは、あの中国でも言ってるけど、中国人の人も抵抗がある。アメリカ人は基本的に単身で行くとほとんどありません。短い出張だったら別ですけど、5年も6年もとありえないので、そういうまあキャリアのことを含めると、こういうことの3つですから、そうすると私どもは、特にアメリカなんかの例はそうですけど、アメリカ人の人が日本に来て仕事をするってことを基本的にやってないんですね。アメリカの中でトップになってくれればいいし、そこで極めてくれればいいと。で、もし必要だったら、短い期間のトレーニングのようなことを個別には作るけれども、グローバルローテーションはしませんよというようなことを、まあ、公言まではしてませんけど、制度として持ってないのはそういうこともあると思います。ですから、やっぱり働いてもらうために、その仕事の中でどう、充実感を持ってもらうかっていうのはベースですけども、それ以外に、きちんと取り扱われてるなという部分と、あとやっぱお金の部分もきちんと、ビジュアルに見せてですね、条件を説明してやるんじゃないかと。ちょっとこれも冒頭に申し上げますよ。なんでアメリカ人のトップが俺たちの給料も高いんだっていうのは、小松の中でも10年前あったんですけど、まあ、それはもう社長も会長も、理解をしてくれたので、それは当然なんだと。アメリカの中でこういう仕事をしてるの相場はこれだし、ロングタームのインセンティブを加えたら日本の社長よりも、1.5 倍とか2倍になるんだっていうことは実践してきましたので、まあ、そういうことが、もう含めてのことがリテンションなんだろうというふうに思います。あとは皆さん方が個別にできることは、特に人事の関係の人だったら、もう暇を置かずにですね、いろんな格好でコミュニケーションしてあげるとか、インフォーマルなことも含めて。で、メールは楽なんですね。電話するよりも言葉が喋らなくてもメールは伝わりますので、私なんかはもうメールを逆に使うと時差を利用すれば、いくらでもメールで答えられるし、質問があったら言ってきなさいとか、例えば私も柔道部がありますので、谷本が北京で勝ったぞというようなことをみんなで写真で送ってあげると、そういう柔道チームのメンバーがいる会社で働いているのを誇らしく思うと、南アからなんていうメールも入ってくるわけですね。そういうこういろんなコミュニケーションをまず皆さん方がこうやってあげることから始まる。何かあったら俺に言ってこいよっていうようなことを言ってあげることで随分違うんですね。だそういうこうことを業務文書で書かれてないことは多分いっぱいありますし。私なんか海外にいた時は個人で料理が好きなもんですから。わけのわかんない料理を食べさせて、アメリカ人がどう反応するかなんていうのを見るのは面白いなと思ったんですけど、お前のうちに呼ばれて、わけのわかんないロシアのスープを壊されたっていうのは、ボルシチを作ったんですけど、今でも言う人がいるんですけどね。そういうこう、いろんなことで人の関係をこう、作っていくべきじゃないかというふうに思います。ちょっと古しいタイプの人事課になるかもしれませんけど。二つ質問なんですけど、一つはキャリアプランを見せてあげましょうってよく言うんですけども、なかなか最初の時は会社の制度がなかったりとか、なかなか前者のコンセンサスがなかったりして、見せたくても見せれないみたいなね、話ってよく聞くんですが、そのあたり、どうやってこう、最初作っていったとか、なんかそのあたりでアドバイスありますか？人事の関係で僕らも仕事しましたけど、若い時にやっぱり、例えば定期ローテーション制度でっていうのは、必ずぶち上げて何回かやろうしますね。でも3年経った社員を全員が4月1日に動くっていうのは、業務を考えたらメイクセンスじゃないんですよね。ですから結局、ポシャるわけです。そうすると、じゃあ、現場に任せて、私も機能ベース人事にやってますけど、そうすると、機能の中で、やっぱり全体を見ていくので、例えば A さんは3年経って、次の仕事を移ったと。B さんはその仕事が、この仕事が2つ、別の仕事をしたので、事業者が移ったのは6年後だったということで、別にアンフェアではないわけですね。だからそういう格好でですね、今、目標管理制度にもなったので、まあ、会社の制度がどうこうっていうよりは、上司の責任でやる部分が僕は増えてると思いますから、その目標管理の面接で本人の側に立って、いろんなことをこう聞いてあげるというか、耳を傾けることも必要なんだろうと思います。だから先ほど申し上げた、エンゲージメントのですね、サーベイなんかでも、君伸びたねとかですね、それから頑張ったねとか、君の意見取り入れてるよってことは、これはアメリカの調査ですから、アメリカ人もそういうこと言ってほしいということを言ってるの、これもバンク共通なんですね。
った、特に若い人たちなんかは、そういえばこの間作ってくれた資料は助かったよとかですね、そういうことを多分、細かく言ってあげることで随分違うんじゃないかと思うんです。人事部が、私は結局入らなかったんですけど、人事部が入れば入るほど、やっぱり制度のための制度になっちゃってですね、私も若い頃はこんないい制度作ったのになんでうまくいかないんだろうと思ったことありますけど、結局制度が先行しちゃってるんですけど、制度を作るのは手段ですから、そこを今度は私たちがどうこう引いて考えられるかっていうですね、人事関係の人たちだと。そういう部分あるんですけど、こんな立派な制度を作ったのになんでだっていうことがね、よくあった経験です。ただこれも他の会社の人とお付き合いするようになると、ある会社はこういう制度を作るとか、試行してみようってやってるらしいんですね。それから、私どものその会社の中で目標管理の実態を調べると、やっぱりいい上司だと言われてるのは、毎月面接してるんですね。ルールは年に2回ですけど。そうするとやっぱりそこの部門の人たちは、うちの上司はやっぱり俺のことを、私のことを、気をかけてくれるねっていうことがあるわけで、まあ会社の多分制度としてはそういうことがこう一人に起こってくるような、何かを空気を作るっていうんですかね。そういうことはきっと私たちのね、大事な仕事なんだろうと思うんですよね。今のポイントはちょっと私の二つ目の質問に近いんですが、まあ、要は LINE の上司がしっかり巻き込まれて、まあ、現場あるいは LINE でしっかりとコミュニケーションすることが大事だということで、まあ、そういうことを期待するわけですけども、まあ、これもよく聞く話なんですが、なかなかその現場が巻き込めないという、うん、まあ、人事の方の嘆きの声って結構あるんですね。その点に関してなんか小松ではこうしてるとかですね、小松はこうなんだって何かこう教えていただけるものありますか。だから逆に任せちゃったからじゃないですか、ね。社長時代が技術屋の人事ですから、はい、技術屋の技術屋の社長ですから、あんまり人事を信用してないんですね。俺は若い頃ひどい目にあったっていう人ばっかりなんで、うん、会長は俺は留学生で落とされたと、だから俺の今がお前たちのおかげであるんだって嫌味を言われましたし、はい、社長は社長で実験部というところスタートなんですけど、来年から毎年大学卒学を入れるからって言って。うん、10年待ったけども誰も来なかったと。もう思春期で恨みがあるわけです。だからまあそれは半分ジョークなんですけども、まあ結局人事という機能をどこまでですね、やっぱり見るかということで、小松の歴史の中では私どもの先輩は労務が強かったので、労働組合が強いので、労務指導できました。だから人事部の人たちは社長の右腕で出しちゃいけないと。経営の大事な一翼を担ってるんだって言い方をしたんですけど、私は人事部長になった時、まあ他の経験で IR とかやって戻ってきたような学校だったんで、ワンオブデパートメンツになればいいというふうに言ったんですね。だから本社の中で目立った部門じゃなくて、その一つの部門でいいと。で、その時に人事としてですね、人を置いて全部育てることを受け入れるかっていうと、まあ、これ人事部門を離れた時によく人事部に文句を言いに行ったことですけど、なぜこの人を昇格させてくれないんですかと質問すると、あいつは5年前こうだったっていうことを言うわけですね。でも5年前じゃなくて今を評価してほしいのに、人事部の人たち大体、記憶力がいい人が大体人事部に行きますから、だから、社長会長の誕生日も絶対覚えてなきゃいけないとか、そういう人たちなので、いずれにしてもですね、あの時こうだったっていう彼と変わってるわけです。彼女と変わってるわけです。そういうのみで疑問に思ったところがあるので、まあ、機能別人事という言い方は、極力人材育成のその責任というか、それはトップが持つと。ですから、小松例には人材育成は管理職の仕事と書いてあって、人事の仕事と書いてないんですね。だから、人事の人たちがいろんなことを知ることの、できる仕事ですから、これはこれで素晴らしい仕事ですけど、その人たちの政策与奪の権というか、決定権ではないんだろうというふうに言う。な、あまり、もう現場でやって人事っていうのはもうそこにあまりもう深いすぎないと。ええー、ただ何をやってるかとかアドバイスを聞かれるようになることが大事だと思うんですね。うん、そういう意味で、こう、重宝に呼ばれるようなスタッフというのはやっぱり、うん、機能してるんじゃないかというふうに思いますね。わかりました。まあ、小松さんの仕事っていうのはね、なんて言うんでしょう、機械を売った後から勝負が始まるというか、まあ、例えば自動車電気ってどっちかっていうともう壊れない製品を売って、で、その後のフォローっていうのはね、建設機械ほどないと思うんですけど、建設機械ってのは逆に売った後いかにお客さんに満足してもらうかっていうところで、ね、まあ人に向き合わざるを得ないっていう、まあそういう、それは多分色濃くあるかもしれないね。やらざるを得ないっていうことかもしれませんね。まあ、壊れないと私もビジネス成り立たないので、地球と喧嘩をしても今日も元気だと言ったら困るわけですね。やっぱり適当に壊れてほしいと。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとじゃあいかにまあ、上司というか、LINE が機能するかっていうことで、ちょっと二つほど質問が来てます。一つはまあ、どうやってその小松らしさを、まあ、醸成していくかっていう話と、もう一つはそうは言いながらも地域統括における人事の役割みたいな話があって、ちょっとその二つをお話伺いたいんですが、まずその、特にその ASEAN アジアで今地域統括会社をこう作るっていう動きが出てきてると思うんですが、その中でその地域統括における人事常務の役割という話を、ちょっと今、人事の役割議論があったんで、ちょっとその地域統括における人事機能っていう観点に関して、もしご意見あれば、そこをちょっと最初にお聞きしておきたいと思います。
ですから、人事の方針でご説明したと思うんですけど、やっぱり、その全体をですね、その制度の運営まで含めて面倒を見るというのは、難しいことなんだろうというふうに思うんですね。で、あるガラスメーカーの例がありますけども、あれは帰ってきた会社の方が大きくて、しかし親会社は日本だと。さて、その会社が一緒になったというケースをちょっと頭で考えると、多分欧米型のアプローチをすればやっぱり一緒にしようという方向で、現実そういうお話を伺ったんですけども、いくと思うんですけど、じゃあどっぷり日本でスタートしてやっぱりやってきた会社の中で、やっぱこのユニークな国のシステムまでどこまで一緒に行けるだろうかといったときに、私はもう限界説だと思ってますので、ディセントラリゼーションだと。だから皆さん方がもしその何か先ほど申し上げたですね、いろんなこう制度を作ろうとしたときに、これをやってですね、メンテナンスがきちんとできますかということをですね、でつまりメンテナンスをきちんとやるほど重要なことですかってことを多分自問したらいいんだろうと思います。ですからそういう意味で私は人事情報なんかを4万7千人の社員の人事情報を世界中で持ってるというのは自慢にはなりますけど、こう労を多くして益少なしだと思ってるわけで、これはもう地域で任せればいいというふうになってくると思うんです。だからそういうことをですね、全部が来るべきじゃないというふうにもう割り切ってしまったので、ディセントラリゼーションですよというふうに申し上げたわけです。で、ASEAN の例はですね、私どもはちょっと皆さん方と多分行こうとしてる逆の、建設機械の市場というのは、実は1971年にアジアの全体のオペレーションということで、販売部品の会社を、サービス部品の会社をですね、シンガポールに作ったんです。で、実はそのシンガポールの会社は3年前に小さくなりましてですね、地域統括会社と逆になくしたんですね。というのはアジアの市場は一番大きい、まあ、地方ちょっと覗きますと、インドネシア、タイ、それからインドなんです。ですから、それはそれぞれの国がもう、それぞれの国のオペレーションの責任を持つということになったわけです。で、もう一つはですね、単純な中での議論なんですけど、じゃあ、シンガポールに統括会社があったときに、アジアの戦略をシンガポールで分かるんだろうかって話になるとすると、小松の結論はですね、まあ、代理店との関係も本社とあったことなんで、地域戦略をその統括会社がまとめるよりは、もう天領でやろうということなんで、本社がアジアの機能を大きくして、そこでコミュニケーションを密にして、アジアの情報を取って、本社とアジアの各地、国々で、地域戦略を作るというやり方をしたんです。で、これもね、だから、ですから冷静に考えるときに、シンガポールが非常に便利なところに見えますけども、じゃあ我々の業界で市場を考えたら最小なんですね。うん、でそこに部品倉庫を持ってインドネシアに部品を送る、それからインドに部品を送るってことをやったんですけども、かえって時間がかかってしまうので、インドネシアだったらもう2つのレポを持って、翌朝必ず部品がつくような格好のところに部品を置いてしまおうと。いうことになると、部品の統括会社の機能がなくなったわけです。で、こういうように多分、モデルが一つではなくて、各地域地域ではということだと思うんです。ただ、生活のベースとか、やっぱり情報が集まるって意味では、シンガポールっていうのは、大変優れたという部分がありますので、そういう部分で統括会社を置くことは否定しないんですけど、私どものビジネス化で言うと、もう統括会社シンガポールは必要ないということで、今はファイナンスを中心ということと、あとはオーディットをきちんとやっていこうという、まあ、大きいその二つだけです。でそうすると人事もですね、もう一時それぞれ国になってしまうので、例えばインドの工場で紛争が起きた時にシンガポールの会社が乗り出してってやれるかと、絶対できないんですね。だ結局、インドの会社の人事部長が弁護士と相談をしてやると。でその話は、生産本部長がのところにですね、私どもの場合は人事部長なので、葬儀が送っても生産に支障はないという情報が最初にやっぱり来るので、今葬儀が起きてしまいましたからって人事監視役に来たわけじゃないんですね。人事監視役は生産本部長が当時知らされたんです。それは尺だと思うかもしれませんが、それが実態なので、人事部門から、例えばインドに行ってですね、インドの特に政治家したですね、州の、特に左傾した政党を中心にした州の、その労働争議はもう乗り出しようがありません。だそういうことで、やっぱりできることを、自分たちのできることをきちんと見極める必要があると思う。まあ今あれですよね、どの企業もね、統括会社設立部門になってまして、まあタイとか、あるいはシンガポールに大体、アジアパシフィックヘッドクォーターってのを作って、まあ、そこにね、こう、機能を集約してと。で、日本からね、30人人送ってとかやってるんですが、まあ、小松さん面白いのはね、1970年それやったんだけど、今逆にその統括会社を解散させて、で、各地域でこう、まあ、独自のオペレーションしていくっていう、まあ、まあ、小松さんのね、そのビジネスに合ったやり方っていうんですかね、まあ、インドネシアには大きな鉱山があったりとか、インドにはまた違うオペレーションがあったりということで、もうシンガポールいらないと。そうそう、ちょっと申し訳ない。そういう近くだったんですね。まあ、非常に面白いなっていうふうに思いますね、そこはね。だアメリカの統括会社が多分一番その北米という意味では機能してるんですけど、はい、彼らも南米見切れないんですね。うん、だから今南米はもうブラジルを中心にやっていこうということと、はい、チリに鉱山の代理店を大きな持ってますから、うん、ある意味二つなんです。
それで、じゃあブラジルとチリの大きなオペレーションをさらに統括する南米統括会社を作るかというと、それはもうそれぞれではアズイズでいいと。で、ボードのミーティングには日本からと、それからアメリカ、北米の社長はやっぱりボードのミーティングに出ます。そういう格好で繋ぐということなんで、統括会社を持つことが最初の、多分、会ではないんじゃないかというふうに思います。なるほどね。まあ、統括会社ありきでは、まあ、当然ないことですね。ただ、これからやろうとしては、何かスタートするときにやっぱり、全体をというときには、機能があるかもしれない。より重要かもしれませんけど。わかりました。一応今のハード面の話なんですけど、ちょっとソフト面に入りまして、結構たくさん質問がありまして、まあ、ストレートな質問としての小松ウェイの浸透策というものを、まあ、やってるんですが、まあ、具体的にその、まあ、どんなやり方をしてますかと。まあ、いくつか説明もあったんですけども、そこに対する質問が3つ4つ来てますので、まあ、何かちょっと具体的なやり方とか、はい、まあ、コツみたいなものがあれば、ぜひ共有していただければと思います。まあ、小松ウェイは、ね、個人的にちょっと思い入れがあるのはですね、まあ、豊さんのも、加工さんのも研究させてもらったんですけど、私が欧米にいた80年代から90年代に、まあ現地で新入社員っておかしいですけど、新しく入ってきた人に小松のことを話す役割を結構持ったんですね。その時に、じゃあうちは社長が誰だとかですね、歴史がこうだとか、こういうとこに工場があるとかっていうハードは結構話せるんですけど、ソフトがなくて、でソフトは QC だったんですね。でも勢い QC に入れないんで、何かないのかなっていうのが、まあまず最初におぼろげなのがあって、それで小松に言ったら実は、今の会長の坂根がですね、社長を次の人にバトンタッチをしようと考えたときに、自分が、あるいは自分、彼よりもその前の社長もこっちですけど、実践したことをやっぱりまとめてみようというのは、百貨店っていうんですかね、きっかけで、それで、じゃあ、当時のその役員のメンバーでも、じゃあ共通点作ろうじゃないかってことになったんで、あ、これは面白そうだなと。私がやりたいと思った海外の人にも、行きそうだなというふうに思ったわけです。ただ、作り方は三十数人のベテランの人に聞いてですね、まあ年寄りですから、話が10分で終わるとか、15分、20分かかる、あれもとか、30分かかるおじさんたちの話を録音して、こう、速記にしたようなもんなんですが、まあ、作りましたと。著しくジャパニーズウェイに見えたんですけど、でもこれ行くんじゃないという話になって、多少英訳をして、それでやってみようという格好になったわけです。で最初は日本からで、ちょっとタイムラグだったんですけど、やってみてやれるんじゃないのと言ってやったら、まあまあ、意外に受けたという部分だったというふうに思います。で、私は今でも思ってるんですけど、これ、4万7000人いる社員が全部同じ温度で理解することは不可能です。で、海外で考えれば、やっぱりもうトップとその次のミドル層が申し訳ない400人ですから、その人たちには少なくともシェアをしてもらおうと。ということで今やってるので、もう全員が共通にということは無理だと思いますし、だから新入社員が入ってきた時に小松への話をしたら、大半が寝てますから、ですから、無理なんです。だからやっぱり、中国でこの教育をやったときに、彼らにどう部下の人たちに浸透しますかっていうことでですね、グループディスカッションをしてもらったら、1年目はやらないでおこうと。で、2、3年経って、慣れてきた頃に、徹底して教育をしようって提案ができたんです。だからこれは今でも正しいと思ってるので、私ども今、新入社員の教育は最短に留めて、それで3年後にもう一回教育をしますから、その時にはこれを入れようと。あるいは問題解決の手法を知ってもらおうという段階論でいいんじゃないかと思うんですね。ただそれはやっぱり長くいてくれるっていう前提をどっかに置いてると思うんですね。で、あと採用の基準でですね、なんとかウェイとかなんとかイズも理解してない人を新卒採用しないっていうことが言ってる会社ありますけど、まあ、極めてナンセンスだと思いますね。それでなくたって、そんないろんなことを資料でない学生の人たちに、なんとかウェイとかなんとかイズムを知りようがないので、これは、先ほど、お見せしたですね、定時の方とか、三菱さんの方が言ったように、中でやっぱり、2、3年はインキュベーションの期間だと思って、その時に叩き込んでいけばいいと。いい意味ですね。ちょっと今の話で、採用に関して質問があるんですけども、小松らしい基準価値観で、まあ、採用の中でどうしてますか教えてくださいと。じゃあ、あまり小松らしさを、あんまり考えずに取ってるってことですか、そうですね、皆さんはどういう人にとってお取りになってますか？逆に質問なんですけど。僕は面接して随分採用を決めた人たちは、この人なら大丈夫という何かそういう安堵感だと思うんですね。でもそれは小松らしさを見てるんじゃないですか？で、それはですね、特に文化系、事務系の採用ですと、まず若い人たちが一回会ってくれてて、この人は後輩としてですね、一緒に仕事をしていくっていう多分目なんですね。で、この課長さんが見ると部下としてというか、何かこうやってくれるだろうという目が入ってきて、で、私ももう役員の面接はほとんどありませんので、私が人事部長をいたときに人事部長として決めるってことなんですが、そうするとその二人が OK と言った人で、ノーを下すというのはほとんどいないんです。
ただどうしても一人のスタッフだけ意見が合わなくてね、こいつはおかしいんじゃないかと僕は言ったんですけども、まあ、それはちょっと置いといたんですけど、普通は大体そういう相性のです。そうすると結論はね、相性です。うん。なるほどね。まあ、やっぱそこで見てるんですね。だから勉強はできるとかそんなことじゃなくて、うん、何かこう学生時代に面白いことやってきたじゃないとかね、この人だったらこう人肌上げてくれるんじゃないかという、その基準がそれぞれの会社にあると思うんで、そっちのが大事だと思うんですね。で、これもうちのあの会長の坂根は時々もう、あの、大体のこと言うんですけど、専門なんか関係ないと言うんで、それは困ります。そんなこと、会長が自ら言われては困りますんですが、まあ技術系の人たちも、は専門性はより大事だと思います。だけどやっぱりその専門にこだわるっていうよりは、やっぱり中で伸ばしていけるもんですから。で、小松の中で歴代の実は経理課長を調べたときに、あの、経営学部とか簿記を持ってきた人よりは、法学部出身が多いという事実がありましたですね。この人たちが、いわゆる経理の知識はみんな中で学んでるんですね。だから中でそういう意味では長くいれば育てられるっていう部分もあるので、という部分だ。ただ技術系の人たちもですね、専門性っていうのは大事だなと思って見たんですけど、今考えてみるとですね、日本の大学で建設機械なんかを専攻しているというか、学部がないんですね。うん、だからまあ、あの、豊さんとかいろんなここでものづくり会社もここまででしょうけど、うちだと厚い板を溶接するっていう技術は、かつては阪大に溶接学部があって、そこに先生が10人もいたんです。今溶接の先生2人ですから。うん、そうすると、マスターディグリーで出てきても、結局、溶接をやってもらおうと思ったら、やっぱり、社内でもう一回やり直したんです。ということになりますので、だから、専門性をどういうふうに見るかというよりは、多分、技術系の人たちも、人だろうと。そうすると、やっぱり、中で育てるぞという、こちらがきちんとしたベースを持った上で、その、やっぱり、会社に向いている人がどうかということだと思いますね。あと、出る杭は僕は採用してないですね。出る杭は採用しない。極端に出る杭はですね、絶対最初の中でスピンアウトをせざるを得ないと思うので、多少の出る杭を取ってるんだと思います。ね、ギラギラして全く違う人が来てですね、みんなと一緒にうまくやれるというふうには思ってないので、ですから採用のそのパンフレットもそういう言い方はしないようにしましたけど、やっぱりどっかでその意外がを取れた人をと採用しちゃってると思うので、まあまあ、冷やはあるかもしれませんけども、それが結局、ベースなんじゃないかなと思いますね。ダントツ経営のね、小松さんが、出るすぎる杭は、採用しないでちょっと意外なんですが。採用は、ダントツじゃないかもしれない。ちょっと他の質問がありまして、はい、これも組織風土に関する質問なんですが、管理型のマネージメントが濃い会社なので、なかなか文化を変えるのを苦慮してますと。で、特にその褒める風土作りを、まあ、非常に大事と考えていますが、何か良い打ち手があればアドバイスしてほしいという、質問。小松の中で変わったのはですね、これ社長がアイデアだって先申し上げましたけど、縁の下の力持ちの表彰に変わったってことですね。なるほどね。それまでは開発とか生産とか限定とかがやっぱり、まあ、どんどん評価されたんですけど、うん、考えてみたらこういうことを成し遂げた人は昇進していくだろうということを社長に言われてですね、地味な縁の下の力持ちをと。でも縁の下の力持ちっていうのは隠れてるから見つけるのが難しいわけですね。だけどそのためには結局いろんな人からそういう候補者を募ることになりますよね。人事だけではできないってことになってきたと思うので、これは自分の目も開かされた発想だと思います。そういう探すプロセスの中で組織をよく見ていくっていう、そういう話があると思います。あと褒めるのはですね、私は海外でもそういう意味で嫌というほど体験しましたね。発表したら拍手する。これ褒めたい対象でなんか国によって違いとかあるんですか？アメリカで出てくるものと、その、中国で出てくるものとインドで出てくるものが違ったりする。まあそこは僕はあまり関係違わないと思うんですよね。でもアメリカ人は例えばプレゼンテーションしただけでも拍手をしてくれるじゃないですか。なるほどね。だから日本で私が小松の中でいいなと思ったのは QC 大会の現場の人に対する発表はあったかいですよね。うん、私ももう、よくできましたと。で、この1、2点を改善するともっとよくできますねっていうことをしますね。だから、ところはあれ管理部門ではなかなかそういうのないんですよね。うん、ですから、管理部門もああいうふうに褒めてあげるってことが大事なんで、まずよくできましたって朝どっかしたと思うんです。それはまずご自身からおやりになった方がいいですよ。僕、うん、も最後の 3年ぐらいは褒め殺しをしましたから。ありがとうとかですね。で、ありがとうも言いにくいですよね。でも、僕はイギリスに行った時のドクター・モートンに上司は必ず何かやると、ウェルダンとかですね。イギリス人はラブリーって言葉が好きなので、ラブリーって言うわけですよね。最初は僕は愛の対象かと思ったんですけど、それはそうですね。これは褒めてくれる言葉だったんですけど、これもやっぱり学ばされたことなので、よくできたと。ウェルダンも最初は正規の言い方なんかで誤解をしてたんですけど、考えたらですね、言うはウェルダンなんで。そういうことを含めて褒めるってのはやっぱり海外でより、特に欧米ですね。中国、アジアよりやっぱり欧米だような気がしますね、僕は。小松さんはなかなか褒めてくれない。うちは褒めないです。褒めないです。僕は異常に褒めましたけど。
まあ、私の仕事の場合は悪かったかもしれませんが。バカだ、ちょっとね。もっと、なんとかしようとね、よく言われましたです。